それでは。胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください。袋を破いてパッドを取り出してください。パッドの一つをシートから剥がして布のように右胸に貼ってください。パッドの一つを布のように右胸に貼ってください。もう一つのパッドをシートから剥がして左脇腹に貼ってください。貼ってください。体に触らないでください。体触らないでください。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。電気ショックをしっかりと押してください。ショックを行いました。離れてください。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。